はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋ドットコムの石山です。アポロ、東洋ピアノ製造のアポロのグランドです。いやー、なかなか手に入らないんですが、まあ、ヤマハカワイはもうね、馴染みの音ですが、いやー、アポロのグランドってすごいですよ。過去にも何回か入荷したことがあって、いやー、すごいなと。やっぱりね、グランドピアノってそのメーカーの技術者がですね、本当に、この思いを込めてですね、エネルギーをかけて作るものなんですね。で、そのアポロのグランドですが、めちゃくちゃなります。まあちょっと後で音聞いてもらいますが、東洋ピアノの、A30 というモデルですね。中はまだね、汚れてますよ、入ったばっかりで。あ、木材が綺麗、木目で出るわ、ね、こんなところに、記録用が。あ、ちょっと見てみようかな、まだ私見てないんですが、記録表がだいぶ古そうですけど、最初の調律が昭和59年。あ、そんな古ないですね。昭和59年ですね。最後の調律が平成26年ですね。はい、こういう記録表がありましたが、さあ、じゃあ、あ、それからね、アポロの鍵ってめちゃかっこいい。これグランドのアポロの鍵、まあ鍵がね、使えるかどうか分かりませんけどね、まあ、あの一応ついてたのでちょっとお見せしときますけどね、まああんまりかけん方がいいと思いますね。で、外装の状態ですが、あんまり傷はないですね。やっぱり大事に使ってない。本当にアポロって根強いファンがいて、ある、まあ、京都の北の方の方ですが、もう本当にアポロのグランド、まあ、これと同じモデルをお持ちですが、もうめちゃくちゃ気に入ってられましてね、ヤマハでもない、カワイでもないという、もうこのアポロの音が好きなのよということで、わざわざ東洋ピアノに電話をして、アポロの調律ができる調律をよこしてほしいということで、私が紹介されてですね、東洋ピアノの紹介で私が行った先生なんですが、ちょっと音聞いてください。中音部です。でしょ、これ。ありませんね、この音の抜けといいですね。まあスタインウェイかなと思うぐらい、私直感的に思いました。まあ全然違いますよ、スタインウェイとは違いますが、それぐらい、なんていうかな、スコーンと抜けるような音なんですね。これはヤマハでもないカワイでもないっていうのはよくわかりますけども、まあ日本ペダルですけどね、まだね、3本目を使わない方はですね、十分かと思いますが、このアポロの A30 はもうめったに入ってこないので、ご希望の方は早めにちょっと試談しに来ていただくか、何かね、していただいた方がいいかなというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。